一位タキサンとは、一位属の植物から発見されたタキサン管、またはその類縁構造を有するジテルペンの総称である。タキサン管、またはその類縁構造を有するジテルペン類の誘導体はタキソイドと呼ばれる。タキサン類はもともと植物から見つかった天然化合物だが、医薬品の生産に有用ないくつかのタキサン類は合成されて利用されている。 タキサン類は全合成法も知られているが、全合成はコストが非常に高くつくため、工業的な生産はもっぱら細胞培養により増殖させた一位の培養細胞の抽出物からの反合成によって行われている。タキサン類は植物体内ではゲラニルゲラニルピロリン酸から生合成される。タキ酸カンタキ酸カンとはトリシクロ9.31.03 8ペンタデカンからなる三管制の炭素骨格である。滝三ンを構成する炭素には、図に示したような固有の番号が、国際純正、応用科学連合によって振られている。三つのンは C-13 側のンから順に、A ン、B ン、C ンと呼ばれている。滝三ンの立体構造は、それ自体が船。 椅子型肺座を取る8因管の B 管を挟んで、共に6因管の A 管と C 管が B 管の面に対してほとんど直角に折れ曲がるように、エンド型肺座を取る独特のカゴ型構造となっている。サン類は抗がん剤の生産に利用される。サン系抗がん剤の主な作用基準は、微小管の脱重合阻害による細胞増殖の抑制である。サン系抗がん剤は、 細胞分裂の際に形成される分裂装置の主体である微小管に結合し、微小管が脱重合してチューブリンに戻るのを阻害して、微小管を安定化、過剰形成させることにより、細胞周期を G2M 期で停止させて細胞分裂を阻害する。多サ酸系抗がん剤には結合した細胞の放射線に対する感受性を増強する。 放射線増感作用があることが知られている。滝三類の放射線増感作用の基準は、細胞を放射線感受性が高くなる G2M 期に停止させることであると考えられる。滝三系抗がん剤は、2007年に米国の病院で処方された、医薬品の上位200以内にドセタキセル、パクリタキセル、アブラキサンの3剤が入っていることでもわかるように、 主要な抗がん剤の一つとして多くの臨床場面で使われている。なお、米国における処方学で見たタキサン系抗がん剤の主役の地位は特許の期間満了に伴い後発品が発売され、薬価が下がったパクリタキセルからドセタキセルや油サ酸など薬剤としての特性が一部改良されたパクリタキセル誘導体に移りつつある。 タキサジエンの構造式パクリタキセルの構造、ありがとうございます。